ピンポン。明けましておめでとうございます。皆様新年いかがお過ごしでしょうか。私は家で家族とまったりに、私はいろいろ配慮しつつ実家帰省に、私たちはこたつでグルーに、あかりちゃんはくっちゃねくっちゃね、正月太り10キロ余裕、誰をくっちゃね正月太り10キロ余裕民に割り当てとんねん。あれ、あかりちゃん痩せた。去年はたくさんの動画を投稿して、たくさんの優しい視聴者さんに囲まれ、とても楽しく活動を続けることができました。おう、高数値にするとなんか感慨深いものがあるな。みんないつもありがとう。くっちを見に来てくれてるみんな、ありがとな。新年早々うるせえバーカ。なんやお前こら、うるせえバーカバーカ。今度バーカ語彙力よ。いや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 、新年早々うるせえな。去年の投稿も明けおめ動画に始まり、バレンタインで終わるという華々しい年でしたね。季節感は塗りすぎだろ。何こいつ、ネタがねえんだから季節なんてどうでもいいんだよ。恥をしろ。2022年はいろいろチャレンジの年にしたいと思ってます。なんか似たようなこと毎年言っとらん。キーワードは何だ。今年は今までのボイスロイド劇場もしっかり投稿しつつ、漫画イラスト的なものを交えたコンテンツも作っていきます。ほう、それはなかなかのチャレンジやな。すでにいくつか描いたものもあります。ほうほう、コンセプトは可愛い女の子がいれば何でもいいよねです。へえ、よう描いたな。待て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 、え、今変なのいなかった。ちょっとあれ戻して。はあ、いいですけど。バカちげえよ、時を戻すな。どれだろう、これ。それはうちだよ。ただの可愛い女の子やろうが、よく見ろ。これドアホ、それはただの控えめ美少女や。これかな、ドアホ、それはただの天使や。これだ、それは快活美少女。もうこの14枚も見せたのにどれでもないってどういうことですか。その最後の5枚目を見せろっつってんだよ。いいですけど、5枚目もただの美少女ですよ。ほら言われなきゃ性別もわかんねえ。イラスト見せて何言ってんだてめえ。じゃあこのイラストたちでどんな動画作っちゃおうかな。絶対これ落ちようじゃん、不安しかねえ。こんな感じで今年もたくさん楽しく笑える動画を作っていきますので、皆様何卒今年もよろしくお願いします。てかこれから使うイラストめっちゃ見せてたけど大丈夫なん。バカ野郎、一回使ったイラストもさらに擦るんだよ。サボるの大好き、こいつ。